はい、どうも、うずです。今回のお話はゲームの話で、ディアブロですね。何度か動画で取り上げてきましたが、ディアブロ、スマホ版でディアブロイモータルが発売されるというのはだいぶ前に発表がありましたね。で、当時私はディアブロの1作目、遊んだのがすごく記憶に残ってるんですけれども、リリースはね、ウィキペディアを見ると1996年ってなってるんですけれども、非常にマニアックなゲームでパソコンしかなかったからね、余計にコアなユーザーが多かったと思うんですが、ここ最近だと任天堂スイッチ版が発売されて、比較的ライトなユーザー、女性ユーザーも遊ぶようになったゲームだと思ってます。プレイステーション3で出たあたりからね、十分遊びやすくなった感じはあるんですけれども、そんな現在でも人気のディアブロ3、発売されたのが2012年5月15日なんですよ、 PC 版で。そんな昔だったんだなって思いますね、今から考えると8年前です。で、当時私はもともとディアブロ好きだったから、リリースされてすぐに PC 版で遊んでいたんですが、まあもちろん英語表記しかなくて非常にストーリー分からずに遊んでいたんですが、それでもすごく面白かったです。で、そのディアブロがとうとうスマホゲームになるということで、まあ、それが今回お話しするディアブロイモータルっていうゲームです。この後ね、正式版がリリースされる予定なんですが、なので発売前に改めてイモータルがどんなゲームなのかというのをちょっとポイントだけ分かりやすくお話したいと思います。まずはストーリー。ストーリーに関してはディアブロ2とディアブロ3の間を取ったお話になるそうです。まあ、ただディアブロに関してはストーリーってまあ合ってないようなものまではいかないんですけど、まあ別になくても楽しめるゲームなので、まあ、ストーリーはそんな重要じゃないかなと。で、重要な価格、これに関しては基本プレイ無料、スマホゲームらしいですね。で、あらゆるコンテンツ、ストーリー、キャラクターに関しては課金をする必要はなし。で、実際課金要素もあるんですけれども、それは装備の追加効果を再抽選する素材だったり、あとはバトルパスなどというものがあるそうで、そういったものに課金要素が加わるそうです。で、重要なキャラクターなんですけれども、テクニカルアルファ版というのがあるんですが、そこで出てきているのが、バーバリアン、モンク、ウィザード、デーモンハンター。で、後日、クルセイダーとか、ネクロマンサーが加わるという形になるそうです。なので、ディアブロ3で遊べるキャラクター、基本的なキャラクターは、そのまま好きなものを選べるような形になりますね。で、ゲームプレイにおいて大きなポイントになる装備品、ここに関しては、悪魔を倒して手に入れるっていう基本プレイスタイル。そのままになっていて、課金によっていい装備が手に入るということはないそうです。これに関してはディアブロの遊び方として、装備品、レアアイテムなどは自分で手に入れるっていうことを大事にしているので、この形になっていくそうです。まあ、ただそうは言ってもディアブロ3が PC 版で最初リリースされた時、約1年ほどリアルマネートレード、実際のお金でいい装備品を売り買いできるっていうシステムがあって、これがちょっとディアブロファンから大クレームを受けて、そのね、お金のやり取りで装備品が手に入るなんておかしいって。それで1年ほどで、このシステムは廃止になりました。だから最近、ディアブロ3を遊び始めた人とかは、このリアルマネートレード、ディアブロ3にあったっていうのを知らない方もいるんじゃないでしょうか。はい。で、ダンジョンに関しては、ディアブロ、エルダーリフトっていう仕組みがありまして、これはランダム生成されるダンジョン。ちょっとミニゲームじゃないんですけど、そういう小規模なダンジョンがあるんですが、そこは悪魔を倒すたびに、なんかね、画面にバーが表示されていて、そのバーがマックスになるとボスが出てきて、そのボスを倒して報酬を得て終了っていうダンジョンがあります。これを繰り返して遊ぶ形になってるそうです。で、オンライン要素に関してはパーティープレイはもちろんあるんですけれども、プレイヤー同士でチャーム加工用の素材とか、あとはサブスロットに装備できる宝石などを売買できるマーケットは導入するそうです。で、あらゆる取引に関しては匿名で行われる仕様になるそうで、そのあたりもゲームプレイにちょっと支障をきたさないように、試みはしっかりされてるそうです。この辺は長年のね、実績があるディアブロなので、まあ安心できるかなと思うんですけれども。で、操作に関してはよくあるスマホゲームのバーチャルスティックが左側、で、右側に5つのボタンが配置されるということになってます。で、スマホゲームでよくあるオートプレイに関しては、今のところはなしという方向で、実際のゲームプレイを遊んでほしいという、形での作りになっているそうです。で、ディアブロというとやはりマウスやキーボードを使ったゲームプレイというのが一番操作しやすいんですけれども、それに関しては要望が多いため実装は検討されているそうです。ただ、現時点ではスマホ単体で遊びやすいゲーム作りになっているので、そちらを中心に遊んでほしいという、そういうことになっているようです。はい。で、パーティーメンバーに関しては、オンラインで仲間を募って遊ぶことができるんですけれども、そこに関しては1人から4人のパーティー制で、
難易度が減る以上のものは4人パーティーが必須というふうになっています。でギルドの方も用意されるそうで、ギルドに入っているとその特別な報酬が得られたり、あとはパーティープレイがよりやりやすくなったりするのかな、そういうところもあってギルド要素も利用するといいと思います。まあでもディアブロに関してはね、20年以上の実績のあるゲームなので、まあスマホ版になったとはいえハマれる要素満載なので、すごく楽しみにしている方も多いかと思います。特にディアブロは、私もたまにちょこちょことね起動してはプレイしますが、携帯ゲーム機との相性が抜群なので、特にスイッチですね、スイッチがすごく遊びやすくてどこでも遊べるということで、たまらない仕様になってるんですが、そのあたりも含めてスマホ版もすごく相性がいいと思います。発表当時はね、ディアブロ3の新作っていう発表で、ディアブロ4を期待してた方が、なんだよスイッチのゲームかよって言って大炎上したディアブロイモータルですけれども、それからはちょっと時間が経ってだいぶ落ち着いたかなっていう雰囲気もありますが、実際情報が出始めたり、テクニカルアルファ版の情報があったりすると、より遊びやすそうになっていて、期待値の方が高まった方が多いんじゃないでしょうか。はい、といったところで、今回はちょっと私の好きなゲームの一つ、ディアブロの話、スマホ版ですけれども、こちらの話をさせていただきました。普段はカメラの話を中心に様々なガジェット情報をお届けしている YouTube チャンネルになります。こういう動画が嫌いじゃなかったらぜひ、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた別の動画で。バイバイ。はい。ディアブロというと、最初にね、初期のディアブロが出た時は、インターネット環境がまだ整っていない時代で、通信するたびにモデムでダイヤルアップする音ですね。ピューヒョロロロロロロって言って繋がるやつ、懐かしい方いらっしゃるんじゃないでしょうか。テレ放題などを利用してパソコンで遊んでいたのが懐かしく思えます。もう20年以上前なんだね。で当時からディアブロって悪魔を倒した時にグシャッとかコロンって骸骨が転がる音とか、すごい効果音がこだわりあって、それが気持ちよくてすごいハマってしまった方も多かったんじゃないでしょうか。まああれから23、4年、今じゃインターネットが高速化されて、そして料金も定額、昔はね定額じゃなかったからね、ゲーム遊ぶ人にとってはいい時代になったもんですね。